俺の区間は AWM。はい、どうも、スコルです。今回はですね、まあ、こちらのね、イベントの方で、今回は補給物資がもらえるイベントあったでしょ。これね、補給箱これのやつ。これさ、歩数制限なんかついてるっぽいですよね。ちょっとそれ見ていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、今回ね、今、7時半ですね。今ですね、まあ、6月4日の7時半ですね。6時分受け取ったんですけれど、6時分に関してはガチなかったんですよね。多分1アカウントで受け取れるそのガチャの個数が、まあ、15個前後っていう風に、これなっていると思いますんで、ちょっとまあ、そこら辺ですね。まあ、この8時分の報酬も受け取っておいて、実際そのどういう結果になっていくのかっていうのを、ちょっとね、まず見ていこうかなと、はい、いう風に思います。まあ、そこ見て、まだ0個とかやったら、多分1アカウントでの受け取り個数制限っていうのがついてるっていうのがわかるんで、まあ、必死こいてやる必要があるのか、それでもその、こういうコードやってるんやったら、なんかその、ついでにゲットすればいいのかっていう、ログイン勢がログインすべきかすべきじゃないかっていうのが分かると思うんで、まあ早速ね、ちょっとやっていこうかなと。はい。あと30分待って、まあ見ていこうかなというふうに思います。OK です。とりあえずまあ、時間になりましたんで8時、やっていきましょうか。これでまあ、ガチャゲットできるかどうかって感じですよね。ガチャゲットできませんでしたら、まあ無理っていう。あとなんか、桜がさ、たまに出てくるじゃないですか。桜じゃない、バラか。あれのせいでさ、なんか、タップできなくなるらしいんで、それはなんか、修正した方がいいっすよね。途中で出てくるせいで、何もできんみたいな。何想定してないのって思いますけどね、そこら辺。ね、ギャグすぎるっていう。それでできんくなるみたいなさ。ね。ある程度そのホームに起きることをさ、リストアップしておいて、もしもそれが起きてしまったら、どういう挙動になるのかっていうのをさ、毎回その、こういうイベント最近多いですから、進撃の時もありましたし、毎回その、テストせんとさ、それはなんか起きるに決まってるじゃないですか、そういうことって。ね。想定できないバグってのがあるわけで。まあ、想定できたらバグではないですからね。ある程度その、起きることを事前にそのリストアップしておいて、やるみたいなさ、人を言ってくださいよみたいな思いますよね。OK です。こんな感じで、あ、やっぱ無理だ。うん。やっぱ出ませんね。1キロあたり、まあ、15歩前後ぐらいの個数制限があるって皆さん覚えておくといいと思いますね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、スマホ版に展開し始めたばかりのエピモ型を4年以上展開している荒野コードを比べる時点でと思ったりと、そうですね、はい。荒野コードの初期なんか言うてめちゃくちゃひどかったからですね。思い出補正でみんな楽しかったって思ってるかもしれませんけれど、まあ、それは皆さんがガンシューティングゲームに触ったことがなかったから楽しかったと思う部分とか、まあ、昔のことだから思い出補正が入っていたりとか、まあそういうのって絶対あると思うんですよね。はい、例えばその MS が全員999になってプレイができなくなるバグとか、まあ、結構ひどいバグいっぱいありましたよ。もうちょっと時間経ってからはまあ FPS バグとか、あとはまあ81が強すぎるとか、まあいろんなバグの方、初期の方ありましたけれど、まあそこら辺ね、 APEX モバイルないからですね、今始まったばかりなのに荒野行動と比べるというか、荒野行動よりも上に行けるクオリティがあるんで、まあその時点でどうなんだとは思いますよね。まあ荒野行動っていう箱も結構ね、素晴らしい箱だったんで、まあこれをね、うまく使えてないっていうのは正直あると思いますね。そのまあここぐらいは普通に達成できるぐらいの面白さは持っていけるよねっていう箱から、その期待値の半分すら行っていないようなゲームに、こういうことをネットリスがしてしまっているっていう、まあこれはありますよね。違う会社が運営していたら全然そのいいゲームになったと思うのになっていう風に思わされるようなゲームが荒野行動っていう、まあ、これは思いますね。まあ荒野行動に対しては単純なクソゲーってよりも、まあ運用が下手でクソゲーになってしまったっていう、そういう認識の方が僕の中でも強いです。で、次ですね、修正で永久マントにしてくれないですかねと。いや、僕も永久マントでいいと思うんですよね。ランクマの報酬が形骸化しているんで、普通に永久マントにしておいて、で、それでその、来月になったらまた、ね、同じようなイベントすると思うんですけれど、そこでまた違うマントを報酬にして、毎回そのイベント限定のマントとしてそうやってやっていけば、結構なんか、ゲットしたいなっていうふうに思う人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ、体験にしてしまったことによって、全然その価値はないっすよね。全くないっていう。まあ、来月はまた違うなんかね、アニメのマント的なやつパクってからまた持ってくりゃいいだけでしょう。楽じゃないですか。はい。どうせパクってるだけなんですぐでしょう。な感じで、なんかすればいいと思うんですよ。そういう使い方をね。なんかワンピースのあの、最近のワノ国で、カイドウとビッグマムの同盟をルフィが倒す前に黒いマントつけてるでしょ。あんな感じのやつをそのまま持ってくりゃいいじゃないですか。で、次ですね、頂上決戦のショップ見てくると、これ何のメリットがあるんと。まあ、コインの入手が楽なんで、適当にプレイして、適当な順位取って、コインゲットしてから、まあ、勲章とあと、光の石のパックの方を交換して、光の石のパックは、まあ、サメの石、光の石の最終拡張版とか、あとはグレンラッシュ2本ですね、入っているんで、まあ、金チケットをですね、割と作りやすかったりとか、まあ、そんな感じなんで、まあ、無料分で適当にプレイ
定して金チケットゲットできるやったらいいじゃないですか。一番右のモードとかやったら、まあ何位に入ったところでコインはある程度もらえるんで、まあそれでコイン増やしといてやっていくっていう、まあ適当にコイン増やして、増やしたコインをまあバッグの方に交換してとかすればいいんで、別にそのちゃんとプレイしなくてもコインゲットできますから、とりあえず参加しといてコインゲット。まあそれでパックの方をゲットして、ワンチャン金獣チケットゲットっていう、ね、時間はまあ使わずにできるんで、まあ最悪さ、なんか3分に1回ぐらいキャラクター適当に動かしておいて、あとはまあ放置でいいっすよね。正直な話。うん、ちゃんとプレイしなくても、それでまあ適当な順位取っとけばいいんで、まあ、放置でもいいかもしれないっすよ。で次ですね、マッチング時間とキル速度の調整は現時点では調節必要だと思いますね。設定基地の駆け引きの楽しさをないがしろにして、単なるガチャゲーになってしまうと思いますと。僕の最近の声行動に対する認識っていうのは、まあ、この3年間ぐらい、3、4年ぐらいかな。まあ、放置少女みたいなもんですね。放置少女みたいになんか適当に放置しといて、なんか物が増えていくのを好きな人って結構いるでしょう。ああいうコツコツやるタイプのゲーム。昔やったらなんかナメコ収穫するゲームとかありましたけど、まあ、それと同じです。はい。ガンシューティングゲームではなくて、そういうなんかアイテムね、適当に、まあ、集めて、それで楽しむゲーム。クッキークリッカーみたいなゲームっていう風に僕は思ってるんで、そういうゲームじゃないですか。ガンシューティングゲームじゃないっしょ。このゲームでプロとか存在しないでしょ。ね、このゲームガチっても意味なくないですか。だってクッキークリッカーみたいなもんすよ。クッキークリッカーのプロとかおらんでしょ。そういうなんかアイテム適当に集めて、それで気持ちよくなるゲームだと思ってるんで、それ以上はないっす。怖い行動に。だってプロとしてやっているんだったら、対外に対して評価されなければ意味ないわけじゃないですか。まあ、怖い行動って別にどんだけ上手くてどんだけいい結果を出しても怖い行動の中でしか評価されないんでしょ。じゃなくて例えば野球とか、まあ、サッカーとか、まあ、違うそのプロスポーツでもそうですけど、偉大な記録が出た時っていうのは、そのスポーツに普段関わっていない人でも評価してくれるわけでしょう。例えばその Apex とか、まあ、違うその e スポーツとかありますけれど、まあ、やっぱそういったゲームっていうのも素晴らしい結果を出したら、まあ、そのゲームをやってない人でもちょっと関心を持てるようなだったりとか、ちょっと注目されるような存在になれるわけですけれど、普通だったりですね。でも荒野行動でいくら活躍したところで、荒野行動の中でしか評価されないんですよ。それはまあプロとは言えないですよね。まあ、お金をもらっているという意味ではプロかもしれませんけれど、まあ、そういうなんか評価という意味では、まあ、やっぱプロとは言えないのかなっていう、お金もらってる人としか言えないのかなっていう風には思いますね。まあ、Apex モバイルとか PUBG モバイルとかいろんな国の人に評価される可能性のあるガンシューティングゲームに行ってそっちの方でガチった方が僕は効率がいいっていう風に思っちゃうんですよね。まあ、選手として活躍できる、まあ、寿命って特に e スポーツって限られてるわけじゃないですか。若いうち、多分20代前半でも結構厳しいと思うんですけれど、活躍するのは。そんな中で、まあ例えばフィギュアスケートとかもそうですけれど、まあ、評価されるまあ、その年齢層っていうのがすごくまあ短いのであれば、そのね選手生命っていうのを無駄にしないためによりいいところに行くべきやと僕は思うんですけれど、まあ、僕は別に上手い人とかプロでやってる人を貶める気は全くないですからね。そこはその勘違いのないようにお願いします。僕はこのゲームにその選手生命っていうのを寿命っていうのをまあ燃やしてしまうぐらいだったらよりその燃やす場所は考えた方がいいと思う。それだけなんですよね。まあ技能的に言うと、まあ、似たりよったりの部分はあるわけで、だったらまあより評価される場所で僕はするべきやと思うんで、多くの評価をより得れる場所で活躍するために頑張るのがプロだと思いますんで、はい、そこら辺はまあその計算して考えた方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。例えばイタリアとかまあオランダとかのですね、野球のリーグってあるんですよ。イタリアオランダの野球リーグなんか普段皆さん見ないでしょ。でもそこに愛着があるから俺はずっといるんだっていういい選手がおったら、いやそこでやるよりもメジャーリーグに行って絶対活躍した方がそのリーグのためにもなるし、まあ、あとその選手個人としても絶対幸せだからそっちに行ってほしいなってみんな思うわけだし、それが正解と思うでしょ。それと一緒なんですよね。荒野行動よりも違うゲームに行った方がより多くの評価がされるから、それがまあ元いたゲームとか選手個人の幸せにもつながると思うんで、そうした方が僕はいいと思うんですけどね。